米だ。どうでしたか？コンサート。いや泣きました。カオタンがスタートで出てきた時に、ぐるっと。初日の前と後で泣きました。改めてあそこを見てカオタンの凄さを俺は再認識。いや全然。本当ね、今までちょっと申し訳ないってすごい思いました。カオタンは。何ですかその言い方。扱いがちょっと雑な部分もありまして申し訳ありません。いや全然。改めて松村様っていう。いや。ありがとうございました本当に。ぜひこの勢いで僕らの手の届かない存在に早くなっていただきたいなと思います。何言ってるんですか。いやでもあれですか、普通のコンサートとやっぱちょっと違うなっていうのは感じてもらいましたかね。まあ、フレッシュだよね。やっぱりまだまだ名前知らないメンバーいたりとかしたので、また今日新たな発見とかあったり。いやまあ増えちゃうよね。また推しが増えちゃうよね。だってね、この T シャツ今日着てて、これあーって言って、なんあんま田辺さんだみたいなこと言ってる子がいて、博多の子で、なんか本当 DD だからマジ気をつけてねって私は忠告しときましたもん。やめてよ、仕事に支障が出る。いやこれからもちょっとね、ここ選挙までバタバタなので、はい、シュープレの動画が載せられなくて、ね、ごめんなさい。くるくるうまく、はい、はい、ほんとごめんなさい、ちょっとすぐ載せますので、はい、ぜひぜひちょっとお待ちください皆さん。ごめんなさい、すぐ載せん、ほんとフォローしていただいてありがとうございます。いやいや、でも CD デビューに向けてちょっと、はい、頑張ってるんで、お互い頑張りましょう。はい、頑張りたいと思います。じゃあですね、今週のシュープレチェキプレゼントのキーワードをお願いします。せーの、成功させよう。はい、ということで皆さんこちらの方を、応募券と一緒に書いてキーワードをつなぎ合わせて応募お願いします、はい、ありがとうございました。ありがとう。